公明党山口夏男、敵基地攻撃能力の保有に反対、現在政府が検討している敵基地攻撃能力について、公明党の山口さんが、敵基地攻撃能力を保有しないとの長年の考え方を基本に慎重に議論していきたいと発言してしまったことが明らかになりました。 この敵基地攻撃能力については、北朝鮮は今のところ無視しておりますが、中国が批判し始めているため、中国と仲がいい、まあ、公明党、まあ、さらに正確に言えば、支持母体の創価学会が、こういった動きに関係しているのかなと思ってしまいますが、公明党には創価学会の政党として振る舞う前に、 国民の代表として、日本の政党として、国民の平和と安全を第一に、この敵基地攻撃能力について、積極的に議論し、検討していただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。